この動画では肝血管腫の画像診断のうち MRI を中心に解説していきたいと思います。以前肝血管腫の病態と CT の画像診断の典型像について解説しましたが、こちらの動画では MRI の画像の典型像を理解するということを目標にお話ししていきたいと思います。また MRI では様々な造影剤を使うことになると思いますが、主に細胞外液性造影剤、肝細胞特異性造影剤、超常時生体酸化鉄の造影剤の3つを使うと思いますが、それぞれの造影剤の特徴、違いについても詳しく解説していきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて解説していきますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。48歳女性の方で、T2 強調画像で肝 S8 に分葉状の高信号があります。同部位は T1 強調画像で肝実質よりも低信号、拡散強調画像では高信号、ADC 値は周囲の肝実質と同じくらいの中間程度の信号のようです。EOB を使ったダイナミック撮影では、動脈層では周囲に結節状の層機能線があり、門脈層、移行層へと進むにつれて中心部が染まっていきます。肝細胞層では周囲の肝実質に造影剤が集積し、高信号なのに対して血管腫は相対的に低信号となっています。こちらが典型的な MRI の血管腫の症例となります。肝血管腫の MRI の典型像について見ていくと、 T2 強調画像で高信号、 T1 強調画像では低信号、ここから特徴的ですが、拡散強調画像で明瞭な高信号、 ADC マップに関しては悪性腫瘍よりは高いですが嚢胞よりは低いという中間的な信号を取ります。血管腫は一言で言うと血管の塊ということができ、内部には血液のプールがありますが、その血液の水信号を反映して T2 強調画像では高信号となると予想されます。また T1 強調画像ではこのような低信号ですけれども、その血液プールに関しては油や出血のようなネバネバした成分ではなく、比較的サラサラしたものというふうに予想することができ、 T1 強調画像では低信号になると考えられます。また拡散強調画像ではこのような高信号となりますが、拡散強調画像の信号に関してはもともと T2 強調画像でどれぐらい高信号なのかと、 ADC マップで反映されるどれぐらい拡散が制限されているのかという2つの情報を組み合わせてこの信号が生まれますが、血管腫の拡散強調画像の高信号に関してはもともと T2 強調画像で信号が高いという T2 遮陰する効果が主というふうにされています。またどれぐらい拡散が制限されているのかを反映する ADC マップに関しては、悪性腫瘍よりは信号が高いということで、悪性腫瘍に関しては大量のがん細胞が増殖してぎゅうぎゅうに敷き詰まったがん細胞の間を水のプロトンが移動できないという拡散制限を反映して低信号となりますが、血管腫に関してはそれよりは拡散しやすい状況にあると。ただ嚢胞に関しては嚢胞の内部は動き放題、拡散し放題となりますので非常に高信号となりますが、それよりは信号が低いというこのような中間の ADC 値を取ります。よって T2 強調画像でもともと高信号、中間の拡散制限を反映して最終的な拡散強調画像ではこのような高信号となります。肝血管腫に関しては血管内腔の血流や主流内の多数の隔壁構造による拡散制限など多数の因子が関わっているとされますが、 T2 遮陰スルーが主な理由として高信号になるというふうに言われています。また血管腫の造影パターンに関しては CT で説明したこちらの動画を参照いただけたらと思いますが、 MRI では EOB による肝細胞特異性造影剤の肝細胞層がありますが、血管腫内には肝細胞はないので肝細胞層では低信号になるというのは特徴的です。後でまた説明しますが、細胞外液性造影剤と肝細胞特異性造影剤の造影効果の違いには注意が必要です。続いて MRI の造影剤のお話をしていきたいと思います。 MRI では主に3種類の造影剤が使われ、細胞外液性造影剤、 EOB を使った肝細胞特異性造影剤、 SPIO の造影剤を使った超常時生体酸化鉄の造影剤があります。細胞外液性造影剤はガドニウムが使われますが、ダイナミック撮像を行うことができ CT と同様で動脈層、門脈層、平行層と言われています。EOB を使った肝細胞特異性造影剤でもダイナミック撮像を行うことができますが、門脈層あたりから正常な肝細胞に集積していき、このように肝臓の
信号が上がっていきますので、細胞外液性造影剤とは若干造影効果が異なり、動脈層、門脈層、移行層と言われています。また幹細胞に集積しきった後、十分時間を取った後に殺動する幹細胞層というのがあるというのが特徴的です。 SPIO の造影剤に関してはスーパーパラマグネティックアイロンオキサイドということで超常時生体酸化鉄と言われていますが、こちらはクッパー細胞に鈍色されて造影効果を得るという造影剤となります。肝血管腫のダイナミック殺造に関しては CT と同様の造影パターンがありますが、 EOB の場合には肝細胞層がありますけれども、こちらは正常な肝実質に関しては肝細胞特異性ということで造影剤が集積していき、このような高信号になりますが、血管腫の部分には肝細胞がないため造影剤は集積せず、このような低信号となります。また次のスライドで詳しく説明しますが、細胞外液性造影剤と肝細胞特異性造影剤に関しては EOB の造影剤は門脈層あたりから正常な肝実質が染まっていきますので、若干の造影効果があるということに注意が必要です。EOB による肝細胞特異性造影剤とガドリニウムによる細胞外液性造影剤では造影効果の特徴に少し差があるため注意が必要です。こちら同じ血管腫の症例で、上側が肝細胞特異性造影剤、下側が細胞外液性造影剤ですけれども、肝細胞特異性造影剤では動脈層と比べて門脈層あたりから肝実質の信号強度が非常に高くなっていることがわかります。それによって血管腫とのコントラストが少し低下してしまうため注意が必要です。血管腫の特徴的な造影効果である天井層機能線や中心部への造影剤の広がりが不明瞭となる場合があります。こちらの症例でも移行層と平行層を比較すると中心部への染み出しがこちらの細胞外液性造影剤の方が分かりやすいと思います。よって血管腫の造影効果を見るという観点では細胞外液性造影剤の方が望ましいということが分かります。肝細胞特異性造影剤の造影効果が特に問題となる症例として、非常に脳線速度が速いフラッシュフィリングヘマンジオーマでの周動ウォッシュアウト現象があります。フラッシュフィリングヘマンジオーマに関してはこちらの動画を参照していただきたいですが、動脈層で非常に脳線速度が速く脳線してしまう血管腫のことです。こちら文献からの引用ですけれども、脂肪抑制の T2 強調画像でこの部分に血管腫がありますが、動脈層で早期脳線を示しています。造影 CT や細胞外液性造影剤での平行層ではこのように造影効果の遷延が見られるはずですけれども、肝細胞特異性造影剤を使った場合には移行層で肝実質の造影効果が非常に高いために相対的にこのように低信号に見えることがあります。こちらを偽の洗い出しということで周動ウォッシュアウト現象と言われます。画像だけ見てみると、あたかも早期脳線ウォッシュアウトのように見えるため、肝細胞がんと混同する可能性があるため、非常に重要な所見となります。対策としては、血管腫自体の造影検査では、やはり細胞外液性造影剤を使って造影交換遷延が分かりやすい画像を提供すること、もしくは EOB でこのような画像を見た際には、移行層と造影前の画像のサブトラクション画像を作ることが効果的です。そうすると、このように造影効果の遷延を確認することができ、サブトラクション画像で肝実質と比較して等信号または高信号ということを確認すると、こちらの低信号が周動ウォッシュアウト現象であることがわかります。続いて SPIO 超常時生体酸化鉄の造影剤について説明していきます。こちらは血管腫に取り込まれた後、血液プール製剤として血管内に貯留されます。こちらは粒子のサイズが非常に大きいため血管外に露出せず貯留されるという性質を利用しています。造影剤の効果としては T2 スター短縮効果による信号低下と T1 短縮効果による信号上昇の両方があり、こちら症例ですけれども、造影剤の投与前と投与後を比較して T2 強調画像でクッパー細胞によって取り込まれた肝実質と同様にこの部分にある血管腫の信号が低下していることが分かります。また T1 強調画像ではこの血管腫は非常に低信号ですけれども、造影剤投与後には高信号となっており、特に T1 強調画像が分かりやすいと思います。 T2 強調画像に関しては血管腫の信号が低下しているということが少し分かりづらい症例もあると思いますが、筋肉に対する病巣の信号比を定量的に評価すると分かりやすいです。
また T1 強調画像での信号の増加率は平均約 70% 増加するとされており、カットオフ値を 50% 上昇というふうにすると血管周の感度が 70%、 得意度が 100% となり、 T2 強調画像の信号減少率をカットオフ値 10% とすると感度 17%、 得意度 100% で血管周を検出できると報告されています。最後に5センチを超える巨大間血管周の MRI 画像の症例について見ていきたいと思います。こちらはほとんどが女性の方が罹患するというふうにされていますけれども、通常の血管周では T2 強調画像で均一な高信号ですが、巨大間血管周の場合には内部で繊維化や出血、血栓、嚢胞変性、少子化など様々な変性が起こるため、 T2 強調画像でこのような不均一な高信号となります。 T1 強調画像では低信号の部分と一部脳脊髄液よりも高信号の部分がありますが、この高信号の部分は出血や血栓を反映しているものと思われます。拡散強調画像では T2 シャインスルーをベースとして高信号となりますけれども、内部は非常に不均一となるのが特徴的です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は間血管腫の画像診断のうち MRI の典型像について説明してきました。血管腫は血管の塊であり、内部に血液がプールされているので、その血液の信号を反映して T2 強調画像で高信号、 T1 強調画像で低信号となります。また T2 シャインスルー効果が主な理由で拡散強調画像で高信号となります。 ADC 値に関しては他の疾患との鑑別に有用で、悪性腫瘍と比較すると高い ADC 値、嚢胞と比較すると低い ADC 値となります。造影パターンについては CT と同様で辺縁から濃染され中心に広がっていくというのが典型像ですけれども、 EOB による幹細胞層では低信号となります。またダイナミック撮影をする際には血管腫の場合には細胞外液性造影剤が一番望ましいという話をしました。 EOB による幹細胞特異性造影剤では門脈層あたりから間質質が染まっているということでコントラストが低下するということと、極端な例ではフラッシュフィリングヘマンジョーマの腫瘍動ウォッシュアウト現象に注意が必要という話をしました。 SPIO の造影剤では造影剤が血管周にプールされ粒子が非常に大きいということで外には出ていけません。よってそのプールされた造影剤の効果を反映し T2 スター短縮効果で信号低下、 T1 短縮効果による信号上昇があります。特に SPIO 投与後の T1 強調画像は非常に有用な所見となりますので、必ず造影剤投与後に T1 強調画像を撮影するということが重要になってくると思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。